ットボールファンの皆さんどうも。今回は J リーグ第24節浦和レッズ対サガン鳥栖の試合の振り返りをやっていこうと思います。ラジオ感覚 BGM 感覚で聞いていただけると嬉しいです。じゃあ早速やっていきましょう。今回今映っているのが浦和レッズとサガン鳥栖のスターティングイレブンとなっております。浦和レッズもサガン鳥栖も、酒井選手だったり、平野選手だったり、江坂選手だったりが、新加入選手として先発して、で、サガン鳥栖も白崎選手が、先発をしていました。じゃあ、この試合で起こっていた現象についてを話していこうと思います。で、何を話していこうかというと、まずは、サガン鳥栖の攻撃と浦和レッズの守備についてを少し話していこうと思います。サガン鳥栖を定期的に見ている方ならわかると思うんですが、彼らは、画変を行って、ボールを回していきます。で、そこで、ウィングバックの中野選手が内側入って、大畑選手が、幅を取るっていうのはいつもやっていることなんですが、これに対して浦和レッズは、4-4-2 で、守備に入っていました。で、こんな形で、守備を行うんですが、何が起こっていたかっていうと、先頭選手と、樋口選手か。この2と、センターバック2枚、島川選手とエダワルド選手で、ボールを回していくんですが、この時に、先頭選手がどこに降りるかっていうと、この2トップ脇っていうところに降りることが多くなってました。で、こうすることって何が起こるかっていうと、例えば、エドアルド選手から、先頭選手に入った時に、前半はよく起こっていた現象なんですが、この先頭選手にプレスをかけるのが、サイドハーフになってました、浦和レッズは。で、こうすると何が起こるかっていうと、ここの背後で、この先頭選手がボールを持つと、この背後ですね、ウィングバックとセンターバック、プラス先頭選手、ボールホルダーでトライアングルを作ることができるようになります。で、こうなると何が起こるかっていうと、ここのサイドバック、酒井選手が、2枚、見なければいけない状態になるので、サガン鳥栖は簡単に数的優位を作ることができるようになってました。サイドハーフの背後で数的優位、サイドバックの手前で数的優位っていうのを作ることができるようになってました。じゃあここで、ここの中央のセンターハーフが寄ればいいじゃんって思うかもしれないんですが、ここはあんまり寄ることができなくて、で、その理由が、明確になっていて、なんでかっていうと、最初ここのウィングバックが内側、一つ内側のレーンに入った時に、センターハーフの斜め後ろを取るので、ここのボールホルダーと、このウィングバックを同時に、センターハーフは視野に入れることが難しくなるので、で、ここを先頭選手が持ち出した瞬間に、ヒュッて降りてくると、視野外から視野内に降りてくるので、一瞬対応が遅れることになるんですよね。で、こうなると、さっき言ったサイドバックに対して、サガン鳥栖は、幅を作るセンターバックと、一つ内側のウィングバックで数的優位を作ることができるようになってました。で、これが最初、起こっていた現象で、で、これをずっと繰り返していくことで、浦和レッズの、守備の修正を行わせることが、ことを強制させました。で、ここから先もサガン鳥栖の話にはなっちゃうんですが、サガン鳥栖を見ていて僕が一番すごいなって思うのは、可変して、
まあ背後を取るために可変して、まあ、一気にゴール前に迫っていくよっていうのももちろんすごいなとは思うんですが、この2トップを、まあ、ファーストプレッシングプレイヤーを動かすのがかなり上手だなっていうふうな、いうふうに僕は思っていて、例えばこの試合の、まあ、同点弾のシーンですね。まあ、山下選手がゴール決めたんですけど、それのボールの持っていき方っていうのがかなり上手で、じゃあどのように持っていったかっていうと、まあ、これも例に習って、まあ、仙道選手が降りるんですけど、まあ、ここで違っていたのが、まあ、仙道選手中央に降りて、でエドワルド選手が幅を作っていたんですよね。でこうすると何が起こるかっていうと、まあ、ここのエドワルド選手に、センタートップ、レッドのセンタートップは牽制に行って、で、仙道選手のところと、中央の樋口選手のところを、江坂選手、もう一枚のツートップが、埋めるような形を取ることで、まあ、全体を、このツートップ、まずツートップをボールサイドに寄せることを行います。で、そうすると何が起こるかっていうと、まあ、ここの逆サイドのセンターバックが、大きくスペースを持つことができます。で、もちろん、全体を左側に寄せるので、まあ、高校で、まあ、この幅を作った大畑選手に対してはサイドバック。で、ウィングバックに対しては、サイドバックが、ボールを、マークつくことになるので、で、プラス、小山津選手がセンターハーフの近くに立つことで、センターハーフも、ピン止めすることができます。で、こうして起こりうることっていうのが、何かっていうと、ですね、ここのセンタートップと、まあ、フォワードとミッドフィルダーのライン間っていうのをかなり開けることができます。で、それなんで開けれるかっていうと、まあ、それぞれ中盤の選手っていうのを、ピン止めしていることが大きな要因となっていて、で、だから、まあ、ここのパス交換とかで、ツートップを動かしておいて、で、ここのライン、セカンドラインっていう、セカンドラインの視野外から、この誰かが視野内に入ることでボールをピックアップすることができます。で、ここの視野外から視野内っていうのがかなりポイントで、ここに入ってくることで、一瞬対応の遅れを生み出すことができます。で、そうすることで、ここのライン下に立っていたボランチっていうのがボールピックアップすることができて、で、さらに、仮にここで、センターハーフが前に寄ってくるのならば、こっち側、逆サイドのセンターバックに対角のバックパスっていうのを出すことができるので、まあ、それも大きなメリットですし、まあ、この場面は、サイドハーフが早めに、この対角のバックパスを消すような立ち位置を取っていたので、若干前に出ていったんですよね。で、そうすると、まあ、ここレイオフができているんで、ここのスペースっていうのは簡単に見つけることができて、まあ、大きく逆サイドに展開っていうことを、促すことができて、で、これでウィングバックが1対1仕掛けれるよっていう形に、設定されていました。まあサガン鳥栖の攻撃のスタンスとして、まず背後を取るっていうことがあるんですけど、その背後を取れないときに、広い方に持っていく、持っていくための空いた場所の使い方っていうのもかなり見ていて面白かったですし、まあそれも、この試合の一つの見どころなのかなと思いました。で、ここの、まあ、前半のロスタイムですね、45分21秒からの組み立てからのゴールのシーンなんですけど、かなりレイオフが2つ入って、で、受け直しのワンツーも入って、サイドチェンジも入って、で、そのための可変と、インサイドハーフと、
ボランチの動き方っていうのもかなり面白いものだったので、このシーンぜひとも見返していただけたらなと思います。はい。でまだ話したいことがあるんですけど、じゃあなんで浦和レッズがボールを前進することが難しかったかっていうことについてを話していきたくて、でこれってまあ浦和レッズ、まあサガン鳥栖の守備がかなり上手なので、まあそれも大きく関係しているんですけど、最初はうまいこと浦和レッズも前進することができていました。なんで前進できていたかっていうと、まあそれはこの江坂選手のボールの引き受け方っていうのがかなり上手だったんで、でその中央を使うっていう中央への縦パスっていうのが最初入っていたので、まあ、前進して、田中選手が背後を取ることができていたんですけど、まあこれって3分51秒の組み立てと7分50秒の組み立てがかなり類似しているものなんで、まあどうやって縦パスを打ち込んでいたかっていうと、まあ、このセンターバックにボールが入った時にここにプレスをかけるのがセンタートップになるんですけど、まあ、センターバックを2トップで当てはめに行って、でまあサイドバックはウィングバックが見るよっていう形になってて、でここでまあ浦和レッズが、あ浦和レッズじゃなかった、サガン鳥栖が迷うのが、まあ本来ならばここ2センターハーフでインサイドハーフ2枚で捕まえれるんですが、中央残りを行う、センターハーフと若干前にポジションを取るセンターハーフっていうのがいう役割があって、でこの段差を作ったことで、仮にこのインサイドハーフが、内側を取りに内側の選手センターハーフを捕まえに行くと、ここに江坂選手が降りてくるんで、まあ簡単に縦パスを打ち込まれて、プレスラインっていうのを一気に突に、ここの4枚っていうのを一気に突破されてしまうので、ここのインサイドハーフはこの降りてくる江坂選手のポジションを縦パスを消しながら、ポジションを取るようなプレッシングを行っていたんですけど、そうすると空いてくるスペースってここになるんですよね。でここをなんで空いてくるかっていうと、ここのセンターハーフが1枚少し縦めの少し前めのポジションを取っていたことで、逆のインサイドハーフっていうのをピン止めすることができていました。でこうなるとここにずれてくることが少し難しくなるので、まあ一瞬ですけど、ここの中央のスペースっていうのが空いてくるようになってました。まあここにボールを出す技術もとても上手なんですけど、まあここでボールをピックアップして、で、インサイドハーフを中央に引き寄せといて、で、降りてきた江坂選手がボールを引き取って、サイドの田中選手にスルーパスを送るよっていう形になっていて、まあこれが結構、まあ、二つのシーンがあったんですけど、浦和レッズ、これで、まあ、攻めれるなって僕は思ったんですけど、まあ、サガン鳥栖もすぐに、守備の微調整っていうのを行っていて、どのような微調整を行っていたかっていうと、ここのセンターバックに対して出ていくのがインサイドハーフになって、で、ここのセンタートップが、まあ、下がって、ボールを、あ、ボールじゃなかった、センターハーフを捕まえるような形になっていたんですよね。で、そうすると、ここの、降りてくる江坂選手のパスコースを消しながら、まっすぐセンターバックにプレスかけることができるのと、で、こうすることで、まあ、江坂選手のパスコース、江坂選手を背後で消すことができるんで、で、こうなると何が起こるかっていうと、まあ、ここの中央のエリアっていうのは、通されていたんですけど、まあ、それを防ぐために、センタートップが下がることで、まあ、そもそもの場所を埋めちゃうよっていう風な形を作ることができていて、で、ここの、
サイドにボールが出た時に、ここまでボランチが出てきて、ここまでウィングバックが出てきて、センターバックがここまで出てくることで、どんどん場所を狭くしてボールを回収するよっていう、微調整、ここのインサイドハーフとセンタートップの守備の微調整を行ったことで、浦和レッズの前進を、中央経由の前進を止めることができていました。で、まあ終始これがずっとハマっていたんで、まあサガン鳥栖は、まあ、ずっとボールを回収してボールを握って攻撃を行うことができていましたし、まあ仮にボールを取られたとしてもセンターバックでボール持たせてブロックを作っていたんで、全然まあ怖さはなかったんじゃないかなと僕は個人的に思っていました。はい。でもう一個最後なんですけど、もう一つ話したい現象があって、その現象っていうのがセンタートップの、まあ、抜け出しですね。まあ、これ結構この試合でも他の試合でも行うことなんですけど、でなんでじゃあサガン鳥栖が背後を取れるかっていうと、まあ、その背後を取れる理由っていうのが、まあ、明確にあって、どの試合でもそうなんですけど、結局結論、この幅を取ったセンターバックの大畑選手が高い位置取って、相手のサイドハーフもしくはウィングなりを一気にバックラインまで押し下げることができれば、まあ、これここまで押し下げることができれば、一気にチャンスを多く作れるようになります。じゃあなんでチャンスを多く作れるかっていうと、まあ、その空いてくる場所っていうのが関係してくるんですけど、まあ、ウィングバックが中に入っていることっていうのと、で、まあ、ここまで上がってくると、このインサイドハーフっていうのが、ここの手前のスペース、サイドハーフもしくは、サイドハーフの手前のスペース、で、プラスまあ、センターハーフの脇のスペースになるんですけど、ここに、ここでボールをフリーで受けることができるようになります。で、まあ、ここでボールをフリーで受けれるので、何が起こるかっていうと、例えばここの並んでいる状態だと捕まっている状態になるんですけど、ここで大畑選手がまあ背後に抜ける動きと、まあ、ここのウィングバックの中野選手が降りてくる動きを行えば、必然的にサイドハーフとサイドバックっていうのが動いてくるので、でそうするとこの逆の動きを行うことで、ここのセンターバックとサイドバックっていうの距離を空けることができます。でこの距離を空けた時点でセンタートップがプルアウェイで抜け出すことができるように設定されていて、まあ、このギャップの作り方っていうのもかなり見ていて面白いと思いましたし、だから、このセンターバックとサイドバックのギャップを作って取ることで、サガン鳥栖は、ここの、まあ、ハーフスペース、まあ、ペナー角っていうのを簡単に取ることができていました。で、これなんで取れるかっていうと、さっき言ったように、センターバック、まあ、大畑選手が幅を作ってサイドハーフを押し下げて、手前にスペースを作るっていうことで、それが行えるようになっていました。はい。まず、これを行うことで、センタートップが引っ張れば、背後に引っ張れば、ここのセンターバックもついてくるんで、ライン間っていうのを簡単に取れることができるんで、まあ、これも中央に縦パスが入るようになった大きな要因の一つになっていたんじゃないかなと思いました。まあ、それでも浦和レッズはセットプレーからチャンスを作って、まあ、しっかり決めきって勝ったんですけど、まあ、サガン鳥栖からするとかなり悔しい展開だったと思いますし、まあ、浦和レッズからすると、まあ、粘り勝ったっていう試合だったと思いますし、まあ、見ていてかなり面白い試合だったので、ぜひ皆さんも
見返してみてはどうでしょうか。僕も見返してみようかなとは思いますけど。で、見返して、時間があればまた、ブログの方でレビューを書かせていただきますので、ぜひそちらもご覧いただけたらなと思います。とりあえず試合終わってすぐの、マッチレビューではないですけど、試合の振り返り、僕が感じたポイントっていうのを、ここで喋らせていただきました。長々と喋ったんですけど、BGM 感覚だったり、ラジオ感覚、寝る前とか、勉強とか作業している時に聞いていただけたらなと思いますので、ぜひ、最後まで聞いてください。よろしくお願いします。はい。じゃあ、今日の動画はこの辺りで終わろうと思います。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらのフォローもどうぞよろしくお願いします。そちら概要欄にありますので、そこから飛んでいってください。あと、この動画が面白いと思いましたら、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。